皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年の、5月の8日、17時37分、まあ、佳子様へのメッセージということで、まあ、佳子様の皇室の方たちへ。まあ、基本的に、その、ホームページの淡井圭介の、履歴の1番から見ていただいて、まあ、最近アップロードした内容なんですけども、まあ、警察への通報とかで、いろいろ言ったりとかもしています。で、まあ、そういう効果によって、どういうふうに、風が吹くかと。まあ、昔もそういうふうな話があって、まあ、秋田県の方で、まあ、政府の失敗してる部分とかをいろいろ言ってもらって、風を吹かせて、で、まあ、風力発電とか、そういうふうなことも、まあ、ありました。本日の、5月8日のところからですね、この KVID2743、2743番、風力発電が屋根の上、過去小型であります、河川やダムの上の日照効率の良いところに付帯式の太陽光パネルと横暴な家電について、この映像をその日に話している文言で、風が吹くことがわかりますと。まあ、この日付とかに撮影している内容とか、通報している内容とかを聞いてもらったら、まあまあ、ある程度のことを言わせていただいて、で、まあ、それで風が吹くと。だからまあ、そういうふうな、ところで、まあ、生産体制ありますから、まあ、太陽光パネル。まあ、河川や、まあ、日照効率のいい河川や、ダム。に、付帯式で、設置させてもらうと。そうすることによって蒸発する、水の量を、少なくしてと、まあ、こういうことですね。ということで、まあ、結婚希望相手は佳子様のままで固定で、まずは簡易裁判所からということで、まあ、まずは、基準を作るためにも、まあ株云々とかあって、その株主さんとかに説明するためにも、まあ、裁判所の判決があったら、まあ、しやすいでしょうと、まあ、いうのもあって、まあ、裁判をしてみて、その支払い方法でいいかどうか、まあ、そういうふうな形で、一回、訴えてみます。以上です。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、あと、身の回りの方に、まあ、淡井さんの動画見た方がいいよと、お伝えしていただけると、ありがたいなと思います。まあ、本日今日はこんな顔ですけど、撮影してる日によって、まあ、顔が、まあ、だいぶ変わってるっていうところを気がついていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、目元のところが今、この八方塞がりになってしまってる状態で。昨日ね、ラルクアンシェルのドラムの小倉幸宏らしき人物が歩いていて、声かけてみた、見たんですけどね、こう後ろからこう振り返ってこう見た、こうしているだけで、返答が何もなくて、で、まあ、今日の気温がこう一気に低下したと、まあ、こういうふうな状況ですので、まあ、その辺のところ含めて、皆さん、テレビ局の人たちも含めて、ちょっと情報伝達をしていただいてですね、ご対応していただけたらなと思います。以上です。